ニュアンスデザインが多い中、ラテアートというものですね、そういったものも今人気になっていると思います。そのラテアートのやり方、私だったらこういう風にやるというやり方をですね、ご紹介していきたいと思います。そしてラテアートにアクセントとして、以前にチェーンをですね、たくさんいただいたので、そのチェーンをですね、いろんなところでこれからですね、使っていこうと思い、今回ですね、ラテアートに合うチェーンをこんな風に組み合わせてみました。それでは早速カラーを作っていきます。まずはアクリルのカラーとクリアジェルを混ぜてクリア感のあるカラーを作っていきます。茶色にそこにですね、オレンジを混ぜていただいて、こんな風にですね、べっ甲のカラーに似ているんですが、キャメルのちょっとくすんだ感じのカラーに作ってください。で、続いてですね、焦げ茶とクリアジェルを混ぜて少し柔らかく作っておいてください。その後最後にですね、今度白のカラーを、これはクリアジェルと通常の白よりもですね、濃いめのアート用のジェルを混ぜていただいて濃く作っておいてください。今回はラテアートを作っていきますので、カラー作りからポイントになってくるんですが、クリア感のあるキャメルのカラーを作ることによって、本物のキャラメルがこう溶けたような感じのイメージを出していきますので、クリア感のあるカラーで作っておいてください。では早速やっていきます。まずはですね、必ずこういう風というわけではないんですけれども、私が作るならというところでご紹介をしていきます。まず焦げ茶のカラーをこんな風に斜めにですね、入れておいてください。斜めになるように焦げ茶を入れていくんですが、大台柄のようにしっかりとぼかさなくて大丈夫ですので、こんな風にランダムにですね、焦げ茶のカラーを入れておきます。で、一度硬化していただいて、続いてですね、先ほど作ったクリア感のあるキャメルのカラーを今塗った焦げ茶の上にですね、斜めになるように上から重ねていきます。左上と右下の部分をですね、開けるような感じに斜めにこんな風に入れてください。で、この状態でともう一つ白のカラーをですね、入れ込んでいきます。今開いているこのクリアの部分にですね、ごめんなさい、白を置くようなイメージでこんな風にまず入れていきます。で、こんな風に入れていただいたら、クリアジェルをですね、横に用意していただいて、筆にクリアジェルをつけた状態で、この白とキャメルのカラーを混ぜるようなイメージでですね、こんな風にトントントンと動かしてください。筆にクリアジェルが含まれている分ですね、トントントンと動かすだけで、本当に混じったようなこんな感じの表現になってきます。ラテアートなので、動かし方は本当にくるくるという風にやっていただいてもいいですし、私のように筆をこうトントンとやるだけで混ざったような感じにもなりますので、あまりこうカラーをしっかりとこうぐるぐるに混ぜたくないなって言った時には、こんな風にやっていただくといいと思います。カラーを置いて、カラーとカラーの境目をクリアジェルを含ませた筆でトントントンと動かしていくイメージです。そして少しポイントなんですが、このクリアジェルを含ませた筆でこの境目をですね、トントントンと動かす時に、あまりこうぐちゃぐちゃこう触りすぎてしまうと、この焦げ茶とキャメル、白の3色がですね、綺麗にこう混ざり合った感じがですね、ちょっとぐちゃぐちゃになりすぎてしまうので、あまり筆を動かさすぎずにですね、もうだいたいこう今こうカラーとカラーがこうまっすぐのラインになっているものを、筆でこうまっすぐのラインでですね、こうトントントンと動かしていくだけのような感じでやっていただくと、こんな感じの混ざり具合がですね、表現できると思います。そして白もですね、濃いめのアート用のジェルを使っているので、その分ですね、このちょっとにじみ感が通常の白に比べていい感じに表現できてくるので、できるだけ濃いめのジェルを使っていただくといいと思います。そしてキャメルは必ずクリア感のあるものでやっていただくと、本物のラテっぽく仕上がってくると思います。そして今回はですね、5本のデザインではないんですが、ラテアートばかりやってしまってもですね、ちょっとくどくなってしまいますので、外しとしてですね、こんな風にキャメルのカラーを一層ですね、クリア感のある感じに塗っていただいて、そこに少しストーンだったりとか何かアクセントをですね、置いていただくと、デザインもですね、素敵に仕上がってくると思います。ではこんな感じでトップジェルでコーティングしていきたいと思います。今回のデザインは特にですね、一つ一つのカラーで硬化をしていない分ですね、キャメルのカラーを置いて、白のジェルを置いて、そこからいっぺんにですね、ジェルを動かしている形になるので、ぼかしたところに関してちょっとへこみが出てしまったりとか、凹凸感が出ているところが多いと思いますので、そういう時にですね、トップジェル、綺麗に光のラインを通してあげるといいと思います。表面の厚みを調整しながら綺麗にコーティングしていきます。
硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。この形の整えの時にもですね、サイドのラインとかやっぱり傾きが出てしまっている時はここでですねしっかりと削って整えてあげてください。で最後にツヤ出しのトップジェル塗っていただければ大丈夫ですので、しっかりとですね形を整えていくといいと思います。では最後にこの中指にですね外しとしてアクセントでストーンを入れていきたいと思います。今回のこのストーンの入れ方はですね、ストーンの散りばめ、宝石のこう散りばめみたいなのをイメージしてですね入れていきたいと思います。で秋なのでこのデザインのカラーにも合わせて茶系のストーンを入れていくとかっこよく仕上がってくると思います。続いてラテアートの指にもですね、このチェーンも送っていただいたものなんですが、これをですね使っていきたいと思います。本当にいろんな種類のチェーンがあったんですが、この黒のチェーンに少しゴールドが入り込んだような感じのものなんですけれども、これは通常のチェーンと同じような感じになるのでアクセントですね入れていきたいと思います。なかなかチェーンってだいたいこれくらいの長さかなと思ってカットすると短かったり長かったりすると思うんですけれども、ある程度こう爪の上に乗せた状態で少し長めにカットしていただいて、で硬化して少し固めていただいてからですねいらない部分をカットするような形でやっていただくといいと思います。でこの人差し指にはですねちょっとこの縦状にチェーンを入れてみたいと思います。でちょっと黒なのであまりこうアクセントがないかなと思ったので、この上下のところにスタッツを入れ込んでいきます。こうやって2つ入れ込むことによって黒のチェーンもですね生えてきますので、こんな風に使っていただくのもありだと思います。はい、こんな風にですね黒のチェーン入れていただくことによってラテアートもすごく生えてきますので、黒でなくてもゴールドのチェーンだったりとかですね使っていただくといいと思います。では最後ですねチェーンはしっかりとツヤ出しのトップジェルでコーティングしていきます。そしてこれくらいのチェーンであれば私は今回トップジェルコーティングした後に乗せているんですが、トップジェルの中に入れ込んであげると取れにくく、ちょっと使っている時もですね擦れてしまいがちなんですけれども、そういったのも防いでいけると思いますので、できればこう中にですね埋め込んでいくといいと思います。今回もアクセントでチェーンを入れ込んでみましたが、本当にいろいろな種類のチェーンをいただいたので、それをですねこれからもまたたくさん使ってみたいと思います。はい、こんな感じでラテアート完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。ラテの代表であるこのキャメルのカラーをクリア感のある感じで作っていただくと、本当に混ざり具合がですね何とも言えない綺麗な混ざり具合になってきますので、本物により近づけて作っていけると思います。ぜひ一度やってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。ラテアートもですね本当に混ぜ方とかでイメージがすごく変わってくると思います。本当いろんなやり方でですねチャレンジしてやってみていただくといいと思います。続いて我が家のちょっとした出来事です。我が家のちび息子、本当に最近よくおしゃべりをしてくれるんですが、この日は本当に大サービスでものすごくしゃべってくれました。上の子の時にも思いましたが、やっぱりこう赤ちゃんも赤ちゃんなりに何か言おうとしているんでしょうかね。何かこう話そうと思ってうーわーわー言っているのか、こう声を出せることがこう嬉しくてうーわーわー言うのかわからないんですが、本当に赤ちゃんっていろいろと謎ですよね。生まれたばかりの新生児もすごく可愛いですが、こんな風に大きくなっていくともうその時その時でもう可愛らしさが増して本当にデレデレになってしまいますよね。そしてこんな風に私がちび息子と話していると、必ずおてんばした娘は邪魔してくるんです。この日もおてんばした娘は赤ちゃんを抱っこしたらダメと、ケイちゃんって名前を呼んじゃダメとものすごく怒られてしまいました。おてんばした娘のやきもちはいつまで続くのか。そして我が家ではたまにこういったオセロ対決をするんですが、旦那がオセロが得意なのでいつもコテンパにみんなやられてしまうんですが、この日は私がおてんばした娘にオセロのやり方を教えてあげました。単純にこう例えば白を持っている状態でこう白をこう黒で挟んだらこの黒が白になるんだよっていうふうに教えているので、単純にこう挟んでいる感じがわかるものはこう
変えることができるんですけれども、こう例えば斜めのラインとか、あとこうちょっと見にくい部分に関してはどうしてもこう見落としてしまって、なかなかこう 縦と横だけじゃなくて斜めもこう色が変わるっていう理解がなかなかできないようで、一生懸命おてんばした娘なりにやっていました。ですが1回目別に私勝とうと思ってやったわけじゃないんですが、こう教えながらやっていたら私が黒だったんですが、黒が勝ってしまって、これも子供あるあるだと思うんですが、自分が負けるとものすごく怒るんですよね。仕方なくもう一回付き合ったんですが、こう負けるようにやろうと思うと、私も決して強いわけではないんですが、本当に逆に負けようと思うのが難しくなってしまうんですよね。本当に子供相手のゲームだったり、こういったオセロもそうなんですけれども、手加減しながらやってあげないといけないのが結構疲れますよね。またこれからしばらくオセロにはまるんだろうなと思うと、ちょっと先が思いやられてしまいます。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。